次のユニットはですね、フロムメキシコ。でもさっきここなったら気すんねんけど、フロムメキシコ。島子の同級生だと思うねんけどな。フロムメキシコ。弟の藤尾というのがおります。ジン藤尾。藤尾がなんか来られなきゃいいみたいですけど、じゃあ早速行ってみましょう。J に行きます。
先ほどもお目にかかったような気がしますが、あのチェリーと申します。あのメキシコからやってまいりまして、はい言うてね、恥ずかしなってくるな、ちょっとちょっと疲れてるね、うん、大丈夫ですよ。あの昨日はね、昨日だってさっきもサミーも言ってましたけど、ナッシュビルウェストのね12周年、もうそれ素晴らしい、こんな素晴らしい箱がありますんで、皆さんね、あの見に来たり歌いに来たり騒ぎに来たりしたらいいんじゃないか、ズラかぶりに来たりねしたらいいんじゃないかな。あ、僕とサミーはズラじゃないですからね、ちげえちげえですから。ほんまうまいぞ、美容室でね。そう最近俺ちょっと茶色に染めて、オキシドールですもん。じゃあ次の曲をいきます。あの皆さんご存知の曲かと思いますので一緒に歌いましょう。ダーリどう思います？
声が変わるわ。一回だけ踏み返しやったんですけどね。大体ね、絡んでくるんですよ、僕とか。僕がそんなほっといてほしいんで、絡んでくるんですよ。で、僕がほっといたら、サミに絡んで、サミのギターを崩したりするんですよ。お尻や、お尻や、やーお尻や、盛り上がってるから盛り上がってもんな、盛り上がってもんな。それ、ステージ関係なく盛り上がってるんで。まあいいんですよ、いいんですよ、盛り上がれたね、5周年なんでね。村村サミ、後でまた紹介もあるかもしれませんけど、村村サミズっていうのはもともとね、このサミ氏が主導、ベースのド M と、で、ドラムの八丁この3人から始まってますんで、で、僕たちはファミリーみたいな感じで、EXILE みたいなもんですかね、違う、違う、違う、あ、サミズ事務所、あ、サミズ事務所、サミズ事務所、そう、サミズさん引きるサミズ事務所、サミズ祭りですか、サミズ事務所祭りですか。サミーズジュニアまで最近いますからね。ジュニアも息子がサミーズジュニア、うちの息子ジュニアに入りました、はい、ファンクラブ募集中と、ファンクラブ募集中、はい、ジェニーというユニットはですね、沢田健二さんの A 面の曲を全部やろうっていうところで集まっておりまして、だいぶね、何十曲もやってるんですけど、何十曲もやってるの、だいぶやってるんですけどね。まあ、ただ次の曲だけはすいません、 A 面じゃなくて B 面の曲をやらせていこうかなと思っておりまして、サムライという大ヒット曲の B 面でございます。今夜はあなたにワインを振りかけ、What?
れもした不思議の街私の中はたまに怒りますからね。怒らない時を見ながらハチャクって言ってください。いいよって言うんだ。だいたいいいよって言いますから、ね。じゃあ最後のいいよ。いいよ。じゃあ最後の曲行ってもいいから。行ってもいいから。いいよ。勝手にやらせていただきます。お前は出て行くかな。悪いことばかりでないと思い出かき集め、カバンに同じ
ました。サンキューです。じゃあちょっと一旦次の感激が、ございますので、はい、お待ちください。ありがとうございます。